赤とんぼ、新見南吉。赤とんぼは3回ほど空を回って、いつも休む1本の垣根の竹の上にちょいっと止まりました。山里の昼は静かです。そして初夏の山里は本当に緑に包まれています。赤とんぼは、 くるりと目玉を転じました。赤とんぼの休んでいる竹には、朝顔のツが巻きついています。去年の夏、この別荘の主人が植えていった朝顔の結んだ実が、また生えたんだろうと、赤とんぼは思いました。今はこの家には誰もいないので、天野が寂しく閉まっています。 赤とんぼはついっと竹の先から体を離して高い空に舞い上がりました。三、四人の人がこっちへやってきます。赤とんぼはさっきの竹にまた止まってじっと近づいてくる人々を見ていました。一番最初にかけてきたのは 赤いリボンの帽子をかぶったかわいいお嬢ちゃんでした。それからお嬢ちゃんのお母さん、荷物をどっさり持った書生さんとこの三人です。赤とんぼはかわいいお嬢ちゃんの赤いリボンに泊まってみたくなりました。でもお嬢ちゃんが怒ると怖いなあと、 赤とんぼは頭を傾げました。けど、とうとうお嬢ちゃんが前へ来たとき、赤とんぼはお嬢ちゃんの赤いリボンに飛び移りました。あ、お嬢さん、帽子に赤とんぼが止まりましたよ。と、書生さんが叫びました。赤とんぼは、 今にお嬢ちゃんの手が自分を捕まえに来やしないかと思って、すぐ飛ぶ用意をしました。しかし、お嬢ちゃんは赤とんぼを捕まえようともせず、まあ、あたしの帽子に嬉しいわ、と言って嬉しさに飛び上がりました。つばくらが風のように駆けていきます。 かわいいお嬢ちゃんは今まで空き家だったその家に住み込みました。もちろんお母さんや書生さんも一緒です。赤とんぼは今日も空を回っています。夕日がその羽を一層赤くしています。とんぼ、とんぼ、赤とんぼ。 すすきのなあかはあぶないよあどけない声でこんなうたをうたっているのが聞こえてきました赤とんぼはあのおじょうちゃんだろうと思ってそのまま声のするほうへ飛んでいきました思った通りうたっているのはあのおじょうちゃんでしたおじょうちゃんは庭で行水をしながら 一人歌っていたのです。赤とんぼが頭の上へ来ると、お嬢ちゃんは持ってたおもちゃの金魚を握ったまま、あたしの赤とんぼと叫んで両手を高く差し上げました。赤とんぼはとても愉快です。書生さんがシャボンを持ってやってきました。お嬢さん、 背中を洗いましょうか。いや。だって。いや、いや、お母さんでなくっちゃ。困ったお嬢さん。書生さんは頭をかきながら歩き出しましたが、朝顔の葉に止まって二人の話を聞いている赤とんぼを見つけると、右手を大きくぐるーっと一回回しました。 妙なことをするなあと思って赤とんぼはその指先を見ていました。続けてぐるぐると処星さんは右手を回します。そしてだんだんその円を小さくして赤とんぼに近づいてきます。赤とんぼは大きな目をギョロギョロ動かして諸星さんの指先を見つめています。 だんだん円は小さく、近く、そして早く回ってきます。赤とんぼはめまいをしてしまいました。次の瞬間、赤とんぼは、書生さんの大きな指に挟まれていました。お嬢さん、赤とんぼを捕まえましたよ。あげましょうか。バカ私の赤とんぼを捕まえたりなんかして、 山田のパカお嬢ちゃんは口を尖らして湯を書生さんにぶっかけました。書生さんは赤とんぼを離して逃げて行きました。赤とんぼはほっとして空へ飛び上がりました。いいお嬢ちゃんだなと思いながら。空は真っ青に晴れています。 どこまでも住んでいます。赤トンボは窓に羽を休めて、書生さんのお話に耳を傾けています。かわいいお嬢ちゃんと同じように。それからね、そのトンボは怒って大蜘蛛のやつに食いかかりました。食いつかれた大蜘蛛は、痛い痛い、助けてくれってね、 大声に叫んだのですよ。すると出、出てきたは出てきたは小さな雲が雲のように出てきました。けれども、トンボはもともと強いんですから、片っ端から雲に食いついて、とうとう一匹残らず殺してしまいました。ほっとして、そのトンボが自分の姿を見ると、これはまあ、どうでしょう。雲の血が真っ かについてるじゃありませんか。さあ大変だって、トンボは泉へ飛んで行って体を洗いました。が、赤い血はちっとも取れません。で、神様にお願いしてみると、お前は罪のない雲をたくさん殺したから、そのたたりでそんなになったんだ、と叱られてしまいました。そのトンボが、 今の赤とんぼなんですよ。だから赤とんぼは良くないとんぼです。書生さんのお話は終わりました。私はそんなむごいことをした覚えはないが、と赤とんぼが首をひねって考えましたとき、お嬢ちゃんが大声で叫びました。嘘だ嘘だ山田のお話は、 みんな嘘だよ。あんな可愛らしい赤とんぼがそんなひどいことをするなんて、雲の赤字だなんて、みんな嘘だよ。赤とんぼは本当に嬉しく思いました。例の書生さんは顔を赤くして言ってしまいました。窓から離れて赤とんぼはお嬢ちゃんの肩に捕まりました。 まあ、あたしの赤とんぼ。かわいい赤とんぼ。お嬢ちゃんの瞳は黒く澄んでいました。暑かった夏はいつの間にか過ぎ去ってしまいました。朝顔はきねに巻きついたまましおれました。鈴虫が涼しい声で泣くようになりました。 今日も赤とんぼはお嬢ちゃんに会いにやってきました。赤とんぼはちょっとびっくりしました。それはいつも空いている窓がみんな閉まっているからです。どうしたのかしらと赤とんぼが考えたとき、玄関から誰か飛び出してきました。お嬢ちゃんです。 あのかわいいお嬢ちゃんです。けれども今日のお嬢ちゃんは悲しい顔つきでした。そしてこの別荘へ初めて来た時被ってた赤いリボンの帽子をつけ綺麗な服を着ていました。赤とんぼはいつものように飛んで行ってお嬢ちゃんの肩に止まりました。あたしの赤とんぼ かわいい赤とんぼ。あたし、東京へ帰るのよ。もう、お別れよ。お嬢ちゃんは、小さい、細い声で、泣くように言いました。赤とんぼは、悲しくなりました。自分も、お嬢ちゃんと一緒に、東京へ行きたいな、と思いました。その時、 お嬢ちゃんのお母さんと赤とんぼにいたずらをした女性さんが出てまいりました。では参りましょう。皆歩き出しました。赤とんぼはやがてお嬢ちゃんの肩を離れて垣根の竹の先に移りました。あたしの赤とんぼよ、さようなら。かわいいお嬢ちゃんは 何遍も振り返って言いました。けど、とうとうみんなの姿は見えなくなってしまったのです。もうこれからは、この家は空き家になるのかな赤とんぼは静かに首を傾けました。寂しい秋の夕方など、赤とんぼはお花の穂先に止まって、 あのかわいいお嬢ちゃんを思い出しています。